気象庁の予報では明日13日のですね午前3時に台風に発達して存在地域はフィリピンのルソン島を抜けて南シナ海へ到達する進路層が描かれております,す、ね、こちらにあるのはフィリピンなんですがフィリピンの微細諸島ですねこのような進路層を描いております西の方角へ進む進路層なんですけれどもこちらは先ほどご覧をいただきました気象庁の進路層とほぼほぼ一致するということがお分かりいただけました でしょうか、えー。台風1号、マーマー、まあの前身となる熱帯低気圧 A が発生している場所、この場所が海面水温がやはり高くなっているということで、台風速報。 で、参りました。2023年4月の12日水曜日朝4時16分39秒現在の台風1号3分並びに台風2号。マーワーと、それの前身となる卵。熱帯低気圧の発生に関する最新情報を速報でお伝えします。気象庁の熱帯低気圧発生の最新情報になるんですけれども、熱帯低気圧 A がですね、フィリピンの東の海上、ビサヤ諸島のあたりにすでにあります。昨日11日、 火曜日の午前9時に発生が伝えられた熱帯低気圧になるんですけれども進路予想を見ていきますと西北西の方向へ向かって進路を進める予想となっておりますので日本列島 へのの直接的なな影響はほぼないものと見られておりますですから、気象庁の予報では明日13日のですね、午前3時に台風に発達して存在地域はフィリピンのルソン島を抜けて南シナ海へ到達する新流層が描かれております。中心付近の最大風速は毎秒18メートルですから、ギリギリ台風に到達している最大風速ということになっております。 そして14日ですね、あさっての3時にはですね、再び熱帯低気圧に衰退して、南シナ海にある新流層が発表されております。実況ではですね、中心気圧が1 0 0ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は毎秒15メートルですから、まだ台風の規定値である17メートルには到達しておりません。ということで、 で日本列島への直接的な影響はおろかですねこちらの南西諸島および先島諸島へのですね直接的な影響というのもほぼないものと見て間違いないんじゃないかなと思えるコンパクトな勢力の台風それほど強い勢力に発達する前に再び熱帯低気圧に衰退するということは予報されております、えー、それではウィンディのグローバルフォーキャストシステムアメリカ海洋大気庁オノアの気象モデル ベースします GFS モードで動きを見てまいりましょうもうすでに熱帯低気圧は発生しているんですが非常に等圧線がぼやけていて弱いですね、えー、フィリピンルソン島の東の海上上陸するするの位置にあります日本列島のある位置に旗を立てておきますが非常にですね距離を離れておりますでこのあと台風1号3部の候補となる卵らしき熱帯低気圧の等圧線は えー、成長発達することなくですね、消滅する新流層をたどっております。この後台風2号、マーワーの後方となる東圧線がですね、16日のあたり、えー、午前10時の予報、マーシャル諸島の西の海上、活発な大流活動を表す熱帯上乱の低圧部がこのように現れ始めているのがお分かりいただけるでしょうか。この後、日本列島から遠く離れた位置にあるんですけれども、 徐々にですね、東和線が成長、発達をしてくる様が予報されております。マーシャル諸島のあたりで成長、発達をしてくるのかなと思いきや、一番先の予報、4月21日金曜日のですね夜8時の予報では、さほど強い勢力にはならずに、まだ台風には成長、発達していない段階ですね。周辺の最大風速も毎秒17メートルには到達していない状態ですので、 まだ熱帯低気圧の段階かなと思わせる等圧線の弱さなんですけれども、中心気圧が1 7クトパスカル。それではこの後、どのような進路層をたどるのか、GFS モード、トロピカルティビットで見てまいりましょう。トロピカルティビットの方はですね、台風1号3部の候補となりますと圧線が割合く きりと描写をされております。中心気圧は999ヘクトパスカル。まあ気象庁の心療層と同じかなと思いきや、トロピカルティビットの GFS モードはフィリピンルソン島を横断することなくですね、日本列島の方へ向かって てくる進路層が描かれてはおりますが本州へ近づくことなくフィリピン海を停滞した後に消滅する進路予想台風2号まあマ,マーの候補となる東圧線もですね現れてはくるんですがこのあたりに弓なりに北上しながらフィリピン海を停滞する予報となっておりますえこれがですね、えー、トルピカルテビ との進路予想台風1号及び2号ということになるんですけれども、まあ、だいぶですね、気象庁の予報とは異なる進路予想を表しております。 えー、それでは、ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースします。えー、ECMWF モードでも見てまいりましょう。日本列島のある位置に旗を立ててあります。えー、台風1号。まあはあの候補となる熱帯低気圧の等圧線。非常に弱い等圧線でですね、霧の渦は見えるんですが、等圧線はぼやけていて、はっきりと描写はされておりません。ですが、すでに気象庁の方から熱帯低気圧の発生は発表されております。 ます。でこの後ですね、えー、もうほとんど台風に見える東圧線にはならずにですね、えー、消滅するこの予報が発表されておりますでこの後台風2号マーワーの候補となる東圧線はですね現れてこないのが ECMWF モードの最新情報ということになります 続きまして、ドイツ気象局、ダイチャ・ウェターディンツの気象モデルをベースとします、アイコンモードでも見てまいりましょう。えー、フィリピン・ビサイ諸島の東の海上に見えます、中心気圧1 0 0ヘクトパスカルの台風1号、3部の前進となる卵、熱帯低気圧の等圧線がここにあります。まあ、等圧線、えー、と呼べるほどですね、くっきりしたものはないんですが、気流の渦があ確認できます。 でこの後ですね、えー、フィリピンを横断して消滅。5日間予報なんで一番先の予報は4月の16日日曜日の夜9時となっておりますが、えー、台風2号の候補となりそうな東和線はいくつか見えるもののですね、えー、まだぼやけて非常に弱い状態となっております。えー、マーシャル諸島のあたりにはですね、えー、ちょっと と、ないのかなと。まあ、低圧部はいくつか存在するんですが、これが台風2号、まあまあになるのか、なるのかどうかというのは、えー、今後の最新情報を見ないとちょっと、わからないというのが現状であります。以上の点を踏まえまして、米軍 JTWC、ジョイント台風ワーニングセンターの衛星画像も見てまいりましょう。イシュータイム発時時間が昨日11日11 18の00 日本時間に修正をしますと、えー、本日12日の午前3時時点の衛星画像ということになります。気象庁が発表しております台風情報。こちらの台風1号、まあまあの前進となる熱帯低気圧 A のある場所と、 全く同じ場所に、こちら、90ウエスト、熱帯低気圧、形成警報の警報円が見えますね。TCFA グラフィックも見てまいりましょう。こちらにあるのはフィリピンなんですが、フィリピンの微細諸島ですね、このような進路層を描いております。えー、つまり、西の方角へ進む進路層なんですけれども、 まあこちらは先ほどご覧をいただきました、気象庁の進路層とほぼほぼ一致するということがお分かりいただけましたでしょうか。続きまして、気象庁の海面水温の方も見てまいりましょう。台風1号、まあの前身となるネット 熱帯低気圧 A が発生している場所、この場所が海面水温がやはり高くなっているということですね。マックスの真っ赤っかな30度の海面水温の海域はですね、えパプアニューギニアの東側のあたりの海上ということになるんですが、台風1号、3部の前身となる卵、熱帯低気圧 A が発生している場所はあフィリピンの東の海上になりますから、このあたりですね、えー、マックスの30度ではないものの、 それに純ずる28度、29度前後の高い海面水温を表しております。台風発生の条件の一つが、海面水温26.5度以上ということですから、今後の最新情報、十分に警戒を強めつつですね、こまめにチェックをしていただければと思います。海面水温、向こう1ヶ月間の予想も見ることができます。 ただですね、えー、見れる範囲が非常に限定されまして、えー、と、日本列島の南の海上までしか見ることができません、えー。フィリピンの東の海上はですね、ちょっとグレーアウトというか、えー、見れないんですけれども、日本列島の南の海上であってもですね、徐々に徐々にこれから海面水温が1ヶ月間にわたって、 じわりじわりと上昇していく予想図が描かれているのもお分かりいただけるでしょうか。5月のですね、9日あたりまで見れると思うんですけれども、5月の10日まで見れますね。徐々に徐々にじわりじわりとですね、海面水温が上昇していく予報が発表されております。 ということは、熱帯地方の海面水温も上昇していくということが考えられますので、これに伴いましてですね、今後台風1号はもちろん台風2号、台風3号、4号と発達する可能性が 高まりつつある。というのが、気象庁の海面水温の予想からもお分かりいただけたんじゃないかなと思います。台風速報それではまとめに入りましょう。台風1号、マーワーの候補となる熱帯低気圧の等圧線、非常に弱いです。 ま、気象庁のですね、方から、昨日のですね、午前9時に、えー、熱帯低気圧 A が発生したという発表が正式になされましたけれども、まあ、台風になるのは明日の3時ということで、まあ、ひょっとしたら今日中になるのかもしれませんが、まあ、いずれにしましてもですね、日本列島から遠く離れた、あこのフィリピン、 に上陸して南シナ海に抜けていく新流層が描かれておりますので、まあ、差し当たって日本列島への直接的な影響、まあ、日本列島のみならずですね、こちらの先島諸島及び沖縄本島を含む沖縄地方ですね、南西諸島への直接的な影響というのもほぼほぼ皆無であるというのが予想されます。これはあくまでも私個人の感想になりますが、まあ、差し当たって えー、心配する必要はあほぼないと見ていい台風1号の候補なのかなというところでありますただですね、えー、ウィンディーでは台風2号マーワーの候補となる等圧線はまあ GFS モードではかすかにマーシャル諸島の西側の海上で、えー、見ることができるんですけれどもトロピカルティビットではですねこのように すっきりとした等圧線がコンパクトな大きさながらも現れてくるという点に十分に注意をしながら今後の最新情報警戒を強めつつこまめにチェックをしていただければと思います。ということで、東台風速報チャンネル今後もですね台風に関する最新情報を速報でお伝えしてまいります。 台風の動向が不安で心配で夜も眠れない方、またそうでない方も含めて、ぜひチャンネル登録の方をしていただくことによって、台風に関する最新情報を速報で入手していただければと思います。この最新情報をいち早く知ることがですね、防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただくことができるようになるわけです。 私からは以上となります。進路を進める予想となっております。ま、同じかなと思いきや、停滞した後に消滅するし、周辺の最大風速も毎秒、毎秒に候補となりますとは、間違いないんじゃい